かチャンネル。みなさんこんばんは、ゆうかです。ゆうかチャンネル92日目、お正月も終わってちょっと気が早いかもしれませんけれども、もうすぐ成人式ということで、今日はですね、成人の、これから成人する皆さんに向けて、10代の最後のそんな思いを歌った歌をお届けしたいと思います。阿部真央さんの19歳の歌という曲をお届けしたいと思います。この曲はですね、2010年ですね、発表された曲なんですけれども、最初にこの曲私聴いた時、まだ私音楽を始めていなかった時なんですが、なんてパワフルな歌を歌うこんな女の子がいるんだと思って衝撃を受けたのを覚えてます。ましてや私も全然歌を歌ったことがなかったので、こういう歌を歌えるようになりたいなと思ってカラオケで練習したんですけど、全然歌えなくてですね、打ちひしがれて帰ってきた思い出があります。ぜひプロモーションビデオが YouTube にありますので見ていただけたらと思うんですけど、本当にかっこいい女性シンガーの阿部真央さんの歌、今日は初めて歌ってみようと思います。19歳の歌ということで、こうもうちょっとハングリーに、なんていうかな、熱い情熱を持って止められない衝動だったり鼓動だったり、そういうものを持たなきゃいけないはずなのに、なんかそろそろ落ち着いている自分がいる、これじゃいけないんだっていうですね、魂の叫びみたいなものが歌われています。すごくロックな歌で、私もピアノでどうやって弾こうかなと思ったんですけど、ちょっと10代の頃を思い出して荒っぽい感じでロックな感じで歌ってみました。私普段バラードが多いんですが、実は一人で歌うときはこういう曲も好きだったりとかして、結構ロックな曲を聴いたりとかして、気持ちよく歌いました。ただやっぱりちょっと後半は息切れがしましたね。やっぱり19歳にはかなわないなと思いながら歌いました。はい、ということで、成人式を迎える皆さん、19歳の思いを、どうぞ忘れないで大人になっていただけたらなと思います。それでは聴いてください。19歳の歌。息をしているのか、田舎もわからぬ日々に、手に入れた自由を持て余し流されてる。何を求めたのか、どこに行きたかったのか、も夢見ていた世界で歌うのは、おそらくこんな僕ではなかった。終わったりしない衝動、止まったりしない行動、まだ信じてた
終わらせた